どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。今回はゴッドハンド大山抹殺史上最強のその真実パート2といたしまして、前回は格闘技のその歴史やルールの違いなどにより生じる強さというものの定義を、その意見を述べさせていただきました。そして今回はその続きといたしまして、実際の大山抹殺のその力、戦闘力、そういったものを検証していきたいと考えております。その中でまず強さというものを考える上で最も重要ともいえる項目があります。スピードです。私も長く極真空手を現役として戦ってきていますが、レベルが上がれば上がるほど重要になってくるのがスピードとスタミナのその2つになります。テクニックやパワーに関してはみんな鍛えてきていますし、長く戦っていれば経験則で養われてくる部分もありますので、ある程度はカバーすることができます。しかしスピードとスタミナに関して言えば、これはごまかしが効きません。この2つに関して言えば、それこそ着実に地味に鍛え続けるほかありません。そして体重が増えれば、筋肉が増えれば、年を取れば必然的に落ちていく項目でもあるんです。前回の動画で述べさせていただいた最強候補のマイク・タイソン、ヒョードル、リクソン・グレイシー、JJ、ワイルダーなどに関して言えば、それこそスピードは代名詞とも言えるほどの肉食獣を彷彿とさせるほどの凄まじい敏捷性、反射神経を誇っています。あえて言えばセームシュルトだけはそこまでではないかもしれませんが、彼もあの体格で巨人症になりそうなものが普通に一流どころのスピードを持っているので、あとはリーチで十分すぎるほどにカバーしています。そして現在日本を席巻している那須川天心こそ、その常人の2倍とも言えるようなスピードでダウンを量産し、世界を魅了し続けています。我が極真空手の空手革命家塚本範親も、重量級の体に軽量級並みのスピードで他を寄せつけない芸術的な圧倒的な一本勝ちの山を築きました。一流ならまだしも超一流、それこそ史上最強というまだ見ぬ定義を求めるときには、スピードというものは絶対必須項目なのです。では実際大山抹殺の場合はどうだったのか、それを検証するにあたって2つほど有力な映像があります。まず1つ目が、大山抹殺が亡くなられるその前年に撮影された、いつ見ても波乱万丈という番組内でのワンシーンです。没年は70歳という高齢、それも病に侵され、しかも肺がんという最悪のもの、それを踏まえた上で番組内で大山抹殺はある一つの大変に興味深い動きをされました。普通の空手やっちゃもうこれはダメだから、少なくともね、一発叩いて牛がそのまま倒れるぐらいになればいいなっていう。今僕が変わってきました。ご覧いただけたでしょうか。左の拳を大きく非常に素早く後方に引いたのです。それがどうしたと思われることなのかもしれませんが、現代の非常に進化した格闘技界において発見されたセオリーにパンチを打つ際で最も重要な要素の一つがスイングバック、つまり拳を引き溜める動作だと考えられています。那須川天心もタケルも、そしてマイク・タイソンやワイルダーなどの超一流ボクサーに、我々新極真空手の世界大会ベスト8内の上位入賞者まで皆その極意を掴んでいます。そして今の大山抹殺の動き、あくまで本当に打つわけではなく山ごもりの際のその状況を説明するために熱くなり盛り上がってしまい、思わず出てしまったその動作で、少し離れて座る女優の前髪が思わず目を閉じてしまうほどの風を巻き起こしてしまっています。繰り返しになりますが、死ぬ直前で70歳でガンとの動きなんです。そしてビール瓶切り、あまりに有名といえば有名、しかしそのほとんどは目元を飯に押さえさせたり、もしくは半分近く中身を残しての、それは一撃でした。もちろんそれはそれで凄まじいまでの神業であることは間違いありません。できうる人など私は現実には会ったことがありません。その上、私の先生の話では、ビール瓶切りの達人であるという先輩がある晩酔った勢いでそれを行った際、手のひらの神経を切ってしまい、二度と空手ができない体になってしまったそうです。
それを十分に理解した上でこちらの映像、アメリカはコネチカット州で行われたという演舞会の全盛期に近い40代前後と思われるこの首都地、一切の手助けなし、完全には言い切れませんが、その中身はほぼ空、じっくりと狙い定めることなく、ストレッチでもするように腰を2、3度ひねった勢いそのままに、カメラのレンズが捉えきれないほどの神速の主導、この2つで十分すぎることに断言できます。よく私の先生が話していたように、大山マスターズは人の動きのそれを完全に逸脱しています。いわゆる獣のそれに近いでしょう。そして次に大山マスターズが戦いにおいて最も大事なものに挙げている項目、パワーです。彼は牛と戦った際にその両角をつかむ、体重700キロを超えるその巨体と押し合いへし合いの相撲を演じています。こんな常人離れした真似ができる人間が一体どこにいるでしょうか。余さえその角を首と一緒にひねる、その巨体を大地へとねじ伏せてしまいます。その後立ち上がってきた牛の角にカウンター気味に人を打ち据え、その角を完膚なきまでにへし折ってしまったことは全員周知の事実でしょう。そしてその握力、親指と人差し指で10円動画を真っ二つにへし曲げてしまったという話はあまりにも有名です。こんなまでは万力を使っても難しいという。その場が出た握力は180キロまで測れる握力計をして振り切ってしまったといいます。おそらく人類史にただ一人とも言える超人的握力と言えるでしょう。スピードに加えてパワーも人類史上最強レベルなことは間違いないでしょう。そしてその数値的な能力に加えて私が非常に大切だと考えるもの、それはいわゆる実践性です。ボクシングで戦えばボクサーが強い、極真空手で戦えば極真空手が強い、ムエタイルールで戦えばムエタイが強い、当たり前と言われればそうですが、それが事実なんです。ならば異種格闘技関連の最強はどのように決めればよいか、実践しかありません。この場合の実践とは喧嘩とはまた意味合いが異なります。大山摩擦はよく語っていました。身にかかる火の粉は払わねばならない、つまり必要に迫られ危険、もしくはその誇りが汚されそうになった時に鞘に刺した刀を抜かなければならない瞬間だ。これはつまり両挑んで始まる現代の格闘技様式では当然のように測ることができず、かといえばお前俺より強いのか、じゃあやろうという輩同士の喧嘩様式ともまた違います。不要不急の戦いはそれはもはや純度をなくしています。元来武道とは右手がありません。その時に備えて技術と肉体は磨くが、そこで競争することがないのです。ならば比べようがないではないかと言われそうですが、その上で大山摩擦が語っていたある興味深い逸話があります。大山摩擦の直弟子である先生が以前、強さの本質は何かという話を大山摩擦から聞かされたことがあるそうです。その時の言葉が未だ印象に残っています。大山摩擦は語りました。私は親指と人差し指の2本指で逆立ちができる、これができれば親指と人差し指の2本だけで10円動画を曲げることができる、それだけの握力があればその指で相手の耳をつまめば相手は指1本動かすことができる、君それが強さだよ。その逸話に大山摩擦が考える強さの本質が秘められていると私は感じました。大山摩擦は最も対日感情が最悪だった第二次世界大戦直後、リメンバーパールハーバーが叫ばれるアメリカで興行を繰り返し、彼の書いた何冊もの本によると幾度も銃を突きつけられたり、ナイフで囲まれたり、そういった聖書様のような体験を味わっています。そういったさなかでビール瓶切りが生まれ、ゴッドハンドの二つ名が誕生しました。大山摩擦がその強さを称えるときに言われているのは次の言葉です。私の左下突きで倒れなかった者はいない。左下突きとはいわゆるボクシングでいう左のボディアップです。まさしく彼の一撃必殺のその本質をついた恐るべき言葉だと言えます。しかし実際のところ彼が本当に最も得意としていたのは右の正拳突きだという話です。その威力は破格で、初めて牛と相対した時、特に弱点も知らなかった大山摩擦はまともにその額に右正拳突きを打ちつけ、
その頭蓋骨を粉々に砕いてしまったといいます。私の先生曰く、その威力は1トンにも及ぶのではないかという話です。さらに実戦で彼が最も用いたと言われているのは保険です。保険とは指はそのままに手首だけを下方に曲げた時に生まれるわずかに膨らんだその部分です。単純な威力ではもちろん拳とは比較になりません。しかし拳がとっさの時には指を曲げ拳を引く打つという三動作が必要なのに対して、保険は両手が下がったそのまままっすぐにかち上げて最短距離で最速で打ちつけることが可能。つまりは指動作がなく先手で不意打ち、もしくは不意打ちに対応することができるのです。しかして大山摩擦が到達したその実践性を彼本人はどう捉えていたか。大山摩擦は変わっていました。君たち喧嘩をしろ、喧嘩ができない人間になるだろう。私は売られた喧嘩には決して背中を見せない。無駄な喧嘩をする必要はないが、男の誇りが汚されそうになったら無駄うだ言わずに一発叩きのめしてやれ。激しい人でした。第二次世界大戦後、進駐軍が東京のあちこちで女子を暴行していたその時、それを止めるために拳の手で飛び出し、それこそ叩きのめしてその場を逃げるという辻斬りまでのことを繰り返していただけはあります。しかし著書の中でこんなことも言っていました。喧嘩をやってみると喧嘩をやってはいけないということは分かった。何回もやると喧嘩ほどつまらないことはないと分かった。大山摩擦は喧嘩の何たるかを知り、その極意を熟知し、そして本質を知っていたからこそ喧嘩を売られたら逃げない、しかしそれを誇示しないこと、それをよく理解していたのだと考えます。私が考える史上最強とはそういうことです。メタイ K-1 総合格闘技大に結構です。用意どんで対等な条件で最高度に高められた技を添い合う、こんな素晴らしい喧嘩もないでしょう。しかし細分化された今、誰より自分が強いということは言いづらくなっています。より専門的にその知識を深め、技術を熟知し、それに適応した者が勝つのは当然です。スポーツとはそういったものです。だからこそ本当の意味での最強の格闘家、真実の武道家は大山摩擦であったと思います。もし大山摩擦が現代に現れて、総合格闘技などをしてそれで勝つかといったらまた別の話になるでしょう。事実として彼はボクシングにも挑戦したことがあるそうですが、勝つことは難しかったようです。しかしそれでも世界中を巡りありとあらゆる格闘技と対戦し、一説では200戦無敗を誇ったとさえ言われ、昭和の宮本武蔵と謳われた男がその末に史上最強の格闘技として作ったボクシングから手に何もつけずに戦う直接打撃性はやはりその実践性という意味では最たるものではないかとも考えます。実践な君が証明され、証明な君が信用され、信用な君が尊敬され、20年以上も極真空手を実践し指導し研究している身ですので、あまりエンタメ的な結論にならず申し訳なさもありますが、今回のこれが結論となります。それを踏まえた上で私は今日もありとあらゆる格闘技の可能性や有用性を研究していきたいと思っております。